ロシアの工事現場。木の上を見上げるとそこには降りられなくなった猫。道行く人たちが心配そうに見守る中、現場作業員が救出作戦開始。木を揺すって起こしちゃえって、そんな無茶な。ならば作戦変更。今度は木に登り、切り落としちゃえって、これもどうかな。そしてあ、ぶつかったと思ったらまた登っちゃったよ。今度はどうする。さて、中国からはある村で起こった大救出劇の